いやもうわかんねえよこれ。本当わかんないね。うん。これ夢だったんじゃない。だったら逆なんだよな多分。最初にこうなってんだよ。途中から夢な。でもトレンドに切り入ってないな。頑張って一生懸命見てんだろうなみんな。普通に BS 見てないか。だって前回のさ、うん、試合の半分以下だもん視聴者数4000人。うん。前回1万人ぐらい最後見てたから。それってもうお前のチャンネルの人が来てんの？それとも関係ない人がいっぱい来てる？関係ない人いっぱい来てるよね、地上波でやってたりするとね。そうなんだ。ほんと地獄みたいなコメントいっぱい来んもん。え、それじゃああれなの？その、なんていうの？違法配信を探してきた人が多いってことだよね。じゃない？じゃあ映像見せろみたいに言ってくんだ。あ、そんなんは全然ない。普通になんかこう、誰誰下手くそとか。なるほど、ね。そういうやつ。あと、こいつは何者なんだみたいなとか。ああ、この出っ歯はってこと？そう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 。それはお前の感情だろ。ツイートしろってやつな。なんか今俺らトレンディエンジェルさんみたいな構図になってる。斉藤さんの方だよ。ちょっと大丈夫、北沢さんより200倍いる視聴者。北沢さんやってんの生配信。へえ、マジで200倍20人ってこと？200人ってことじゃない？200人か。いやでも今教えちゃったからみんな北沢さんの方に流れちゃうんじゃない？そうやめとけ。うん、北沢さん悪いやつだぞ。いやそんなことないだろ。何を根拠に。なんか北沢さんの配信のことをみんな北沢さんの配信19人20人いや今100人超えたよってなったんだけど、うん、俺の配信100人減ってるから絶対みんな一回北沢さん見に行ってるよ。いやもう教えちゃったよ。北沢さんの方でレオザフットボールやってるって言ってくんねえかな。確かにレオザから来ましたって。うん、いやでもほんと変なことはしないでほしいよ。北沢さんの方に行ってなんかマジでやめてほしいわ。それだけは変な噂立つから俺に。確かにね。うん、レオザから来ましたコメだらけだったって。本当にやめてくれ。本当にやめてくれ。マジでやめてくれ。いやまさかやってると思ってなくて俺も反応しなきゃよかった。しちゃうじゃんだってそれは。そうだね。おい田中太郎お前嘘ついてるぞこいつ。ダメだぞ。なんてレオザさんが視聴者数バカにしてましたって。いや本当にやめてほしい。俺視聴者の話はしてないもんだって。してないぞ。シャマ君がしてたことにしろ。あれか、何倍のやつか。まあでもバカにはしてないから。うん、こういう嘘をついてね面白がってるやついるんだよ。こういう流れではあれしたくないな。北沢さんのそのやってる解説とかの話はあれするけど、うん、いやいやほんとやだっていうか、普段の俺の視聴者だったら絶対そんなことしないんだけど。そうだね。いやマジで北沢さんの方に行って変なことコメントした人、もうこの後俺チェックしないだろうけど、それしてる人マジでブロックするからやめて。本当にそんな風にして知ってほしくないから。本当にテレビ見えねえな。うん。今日やっとできたんだ初めてのビート。ブサイクだけどどこ行くも一緒。バイト中もデート中も鼓膜でキープオン。歌詞書こう広めの一歩。今日やっとできたんだ My first shit。 褒めれるもんじゃない全部政治にも。比べる先人のバイナルにシート。集めるヒント抜いてやるきっと。今日やっと畳んだ初めてのライブ。しょぼいしダサい弾けてもない。思った視線が初めて怖い。バット何度でもチャイコーズ I'm live live